番いい言うて。どちらからお越しですか？私は新見です。あ、新見から。でも新見にも、あ、新庄村です。地元です。地元、地元民です。うん、でも新見もいいお水あるじゃないですか。新見は夏日のがね、うんうん、ほんでここで撮った人と話をしたら、夏日はハングライダーかなんか飛べおるから、うん、そのしょおる人があの夏日のしょったけど、ここのがいいわって言う、うんうん。まあ、確かにブナの原生林じゃないですけど、はあはあ、ブナ林から出てきてますからね。はあ、はあ、それから冷たいがものすごい。確かに確かに、うん。ほんじゃ、お願いします。これ、吹き？これ何？吹きじゃないだ。吹きのと違うな。なんだこの。初めて見たのこれ。面白いね、これ。うん。なんかべちょべちょしてる。めっちゃ冷たい。うわ、手が凍る。マジで冷てえ。ちょっと。みんなここの水を生で飲むんだね。うん。おい、おいしい。おいしい。これ湧き水ってここ湧いたのかな。穴がなんとなくパワーが出てる。あー、手が本当にマジで冷たい。不思議だな、そういう風に苔だって生えてるのに、うん、この水はみんな汚いと思わないんだ。水道水より綺麗だ、うん、綺麗というか水道水は綺麗だけど、まあ、死んだ水だ。そういうことだ。これは雑菌があるけど、生きている水だから。だってあの、メダカでも息取ったら川の流れに逆らって進めるけど、死んだら川に流されていくからね。そんな当たり前のこと、ドヤ顔で言わんで。生きとるってこと、そんだけ全然違うってことが言いたいんだ。生きてるってことすごいんだよ。生きててラッキー。水だってよどんだら腐るけど、流れてたら腐らない。そうだね。やめてー。え、通ってるの？うん。なんで？青が綺麗。何の？空？森の。なんだそれ、うちじゃねんかい。生きてる水です。生きてる水です。滝水の発見って言いたかったんですよ。取れてませんでした。別名上場味噌と言います。上場味かっこヘビが出てきそうなところに生えている草だからなんですけど、なんか消化にいいとかという噂もあります。どうなんでしょうか。これ美味しいんですよ、水菜。